はい、こんにちは、アクアプラスです。今回はですね、2022スチューデント酒ブリューイングプロジェクトということで、帯広畜産大学の学生たちがですね、作ったこちらの日本酒を飲みたいと思います。日本酒。これは、この16度ですね。こんな感じで。ちょっとね、楽しみです。飲んでみたいと思います。それではね、注ぎます。白くて綺麗な透明な日本酒です。飲みます。甘くてね、ちょっと飲み口が良くて、これやばい酒です。ちょっと水みたいに入っていっちゃう感じで、すごく美味しいです。